This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。ムエタイをオリンピックの競技種目にするために競技が進められる予定です。豚肉の密輸問題で4人に逮捕状が出されました。輸送観光部門を対象にインフルエンザワクチンの追加接種が計画されています。それではまず初めのニュースです。ムエタイをオリンピックの競技種目にするために競技が進められる予定です。国家ソフトパワー戦略委員会の委員長を務める与党タイ貢献党のペントンターン党首はこのほど、国際的な知名度人気をさらに高めることで、タイ式キックボクシングのムエタイを将来的にオリンピックの競技種目にしたいとの抱負を語りました。そのために具体的にはテコンドーのベルトランキングシステムのような階級制度を導入したり、プロのムエタイトレーナーを多く育成したり、あらゆるレベルでムエタイの試合を増やしたりすることが必要だとの考えを示しました。国家ソフトパワー戦略委員会のスポーツ小委員会の委員長を務めるピモン首相顧問によりますと、政府はムエタイの普及促進に力を注いでいます。その一環としてバンコク都内の複数の学校にトレーナーを派遣してムエタイを授業の中で教えることが計画されており、近くこの件についてバンコク都庁側と覚書が交わされる予定を明らかにしています。次のニュースです。豚肉の密輸問題で4人に逮捕状が出されました。豚肉が組織的に大量に密輸され、養豚農家などが影響を受けている問題で、裁判所はこのほど、法務省特別捜査局の要請を受けて、著名な政治家の親族を含む4人の逮捕状を発布しました。特別捜査局によりますと、これら4人の容疑は、脱税、関税法違反、不正、資金洗浄などの罪に問われています。また特別捜査局は証拠固めのために運送会社や冷蔵施設などバンコク都内の5カ所を家宅捜査しました。関係者の話によりますと、豚肉の密輸入は2022年にアフリカ豚熱のせいで豚肉が不足し、豚肉の需要が高まったことで複数の会社が始めたもので、翌2023年半ばにはレムチャバンコーで161個のコンテナーから密輸入の豚肉4025トンが見つかり、特別捜査局が捜査に動き出すことになりました。一方、労働力の輸出に絡み、元閣僚らが不正した疑惑が持たれています。特別捜査局はこのほど、タイからフィンランドへの労働力輸出に絡んで、閣僚経験者2人と政府高官2人が3600万バーツの賄賂を要求した疑いがあり、これら4人を国家汚職制圧委員会に訴える予定を明らかにしました。フィンランドでは果実包みの労働者が必要とされており、この仕事のためにタイ人をフィンランドに送り込む代わりに、容疑者らがタイ人労働者1人につき平均3000バーツの賄賂を要求していました。2020年から2023年にタイからフィンランドに渡ったタイ人の労働者は約1万2000人に上るとされています。
関係者の話によりますと、特別捜査局は容疑者の氏名を明らかにしていませんが、この期間中に労働大臣を務めたスチャート下院議員は、私は悪いことは何もしていないし、取り調べのために出頭も命じられていないと述べ、潔白を強調しました。次のニュースです。輸送観光部門を対象にインフルエンザワクチンの追加接種が計画されています。保健省疾病対策局のトンチャイ局長は、保健省が31都県の公共輸送と観光産業に従事する人たちを対象にインフルエンザワクチンを20万回分追加接種することを予定していると明らかにしました。昨年から感染拡大が報告されているインフルエンザから一般市民や観光客を守ることが目的だと説明しています。疾病対策局の統計によりますと、昨年1月1日から12月30日までの期間にインフルエンザの感染が47万2222件報告され、このうち感染者29人が死亡しました。感染者が多かったのはライオン県、パヤオ県、プーケット県、バンコクとチェンマイ県などで、年齢別では5歳から9歳の感染者が最も多くなっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。ムエタイをオリンピックの競技種目にするために競技が進められる予定です。豚肉の密輸問題で4人に逮捕状が出されました。輸送観光部門を対象にインフルエンザワクチンの追加接種が計画されています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。I'm not
ัญญาของชาวนาบ้านนอกร่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอกสูญสิ้นราคาเพราะแก่ชราหัวงอกหาทางออกสุดท้ายด้วยสุราเมรัยกินเหล้าเข้าไปยิ่งเลวร้ายซ้ำเก่าหาเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้ามันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมาร่างกายก็ปวดร้าวโรคร้ายก็คุกคามชาววันหนึ่งที่คนพบศพที่เหงาหอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยชาววันหนึ่งที่คนพบศพที่เหงาหอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยชาววันหนึ่งที่คนพบศพที่เหงาหอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยชาววันหนึ่งที่คนพบศพที่เหงาหอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.